コウジさんこんにちは。ヘラクレスグループですか。なんか力強い名前ですね。そしてね、強そうな男性がいろいろとサポートしてくださるということで、非常に頼もしいんではないかなと思います。まあ、こういったニーズっていうのは、山間部、田舎を中心にかなりね、ニーズを深めていると思うんですけども、都市部でも当然ありますよね。やっぱり重いものをね、持っていくとか、廃品回収の日とかあるんですけども、地域に。じゃあその廃品回収のその集荷場所まで持っていけるかどうかって問題結構あるんですよ。例えばブラウン管のテレビとか、いまだに捨てたくても捨てられない方いらっしゃると思うんで、そういう方はね、ご連絡いただければ、なんか家電に関しては100円で回収するみたいなね、超なんか良心的だなと思います。まあよくこういう業者さんっていうのは、ただですよとか言ってね、引き取ってもらうときに、実はあ、これお金かかるんですよって後から言われることが結構あると思いますけども、そういう辺はね、心配がないと思いますんで、依頼を出していただければなと思いますよね。まあ、それでこの手のね、宣伝動画っていうのはどん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 撮っていけばいいんじゃないかなと思いますけど、いかがですかね。まあ、場合によってはまたね、いつもの一つ覚えですけども、私の方でいろいろとビジネスの対談なんていうのをさせていただいてね、認知度を上げてさせていただいてもいいんじゃないかなと思いますけども、その辺はいかがでしょうか。やっぱりね、こういうふうなね、かゆいところに手が届く便利屋さん、これはね、やっぱりね、今の時代だからこそ求められてるんじゃないかなと思うんですよ。特に、なんていうんですかね、後継ぎのない家とかね、まあ、今ね、就活っていうのがあります。自分の人生が終わることを見据えて、いろんなものを処分したいなって時に、中古で販売してみたりとかね、あとはもう廃品回収に出してみたりとか、いろいろあると思いますけども、そういうところにちょっと手を貸してくれるっていうんですかね。それから、まあ、庭の草取りとかね、ああいうのも虫が出てね、もう本当大変だなと思う方、それから自分の土地が空いちゃってるんだけども、そこには草がいっぱい生えちゃったみたいなね、やっぱり近所の目もありますし、ちょっとお願いしようかなっていうところでは力になってくれるんじゃないかなと思います。まあね、こういうふうなお悩み相談も、まあ、浩二さんとかはね、みんなの力、小さな相談室か、ああいうところでもしね、こういうところとリンクするようなご相談があったら紹介できるんではなかろうかと思いますし、私の方もね、こういったビジネスがあるんだったらどんどん紹介してみたいと思います。そしてこのね、ノウハウを他の地区で生かしていきたいって方がいらっしゃいましたら、そういう方もフランチャイズなりね、独立企業支援ということで、まあ、パッケージにして販売するって道も残されていると思いますんで、これからね、何か新しいビジネスを軽自動車一本で始めたいっていう方は、これもまたいいんではないかなと思いますよね。私もちょっと体験してみたような気がしますけども、いかがですかね。それでは本日は以上です。浩二さん、動画の方ありがとうございます。